近頃昆虫食の中で話題となっている外来種フェモラータオオモモブトハムシ、その真骨頂は茹でてから冷蔵庫で 2,3 日保存すると杏仁豆腐の香りがするというものである。ということで今回はフェモラータオオモモブトハムシを大量に使った杏仁豆腐と普通の杏仁豆腐を食べ比べてみたいと思います。はい、帰ってからね1週間ぐらい経ちました。はい、もうね帰りの車でもう熱爆上がりすぎてまず死ぬかと思った。お互い限界でなんか限界だったよね。クイズ出し合いながら寝ないようにしてたよ。水平思考クイズをずっとやった。もう頭回してないと多分死ぬと思ってマジで事故る。まあ結構取れたんじゃないでしょうか。十分でしょう。これをもう今日杏仁豆腐にしたいところなのでできなくて、一回茹でてまた数日ちょっと待たなきゃいけないんだよね。時間かかるよな。そう、まあとりあえず今日は茹でていきましょう。はい、はい、匂いする？いや、しないんだよね。やっぱ茹でないとダメなんだね。そうだね。冷凍だけで待ってくれれば楽なんだよ。楽だよな。まあでもこの一手間が、まあ、美味しくする秘訣で。なるほど。不思議だよな。なんか一回火通して冷蔵庫保管でその匂い出てくるって。気づいた人もすごくね、それ。すごいすごい。すぐ食べようと思わなかったのか。いや、多分横着する人だったと思う。この茹でたけど、あ、時間ねえわーって冷蔵庫保管。茹でるか。はい。イン。色綺麗だよね。綺麗だね。普通にさ、なんかお菓子っぽなの、うんうん、キャラメルコーンみたいな。うん、確かに食欲をそがれるような見た目ではない。うん、ちょっと一匹ずつ食べてみる。あ、いいね。あっち、あっつい、これあっつい。気をつけて。いただきます。え、杏仁豆腐の香りだ。え、冷凍保存でもいけるんだ。でも一瞬だよ、うん、あ、すごい、すごいね、うん、うまっ。一瞬感動したわ。え、うまいな。おいしい。茹でたてうまいぞ。うまっ。え、めっちゃ杏仁豆腐だわ。おいしい。すごい。後味もなんか豆と杏仁豆腐の中間ぐらい。うん。じゃあこれでちょっと粗熱を取ってジップロックに入れて冷蔵します。はい、で冷やします。はい、はい、いってらっしゃい。本日の材料ですね。まずはおお、まあ、冷凍してるから匂いを抑えられてる。うわー、すごい。杏仁、杏仁の匂いするわ。これは1週間ぐらい冷凍と冷蔵をしました。ちょっとね、あのタイミングが悪く、そう、こいつとゼラチンと牛乳でまずあのフェモラータだけの杏仁豆腐を作って、うんうんうん、であとこの牛乳とまあ、こいつらを使って普通の杏仁豆腐、普通の、ね、比較対象として、でトッピングにこのお腹のクコの実だけを抽出して使うのとあとミントをのっけます。なんか邪魔なものが入ってます、ね、毎回さ、こういうクコの実とかさ、なんていうの、そのマイナー系食材、うん、その時になんかから抽出するみたいなある。売ってないんだよ、単品で。売ってないんだよ。先にアマゾンで買っとけよっていう。確かに。まずはノーマルの杏仁豆腐から作ろうかな。はい。今回の杏仁豆腐のレシピは、はい、なんかお湯を使うのよ。はいはい、はい。めっちゃ迷ったの。もう牛乳全部でやった方が絶対うまいじゃんって思ったんだけど、まあとりあえず市販のレシピ通りに作ったのと比較しようと思って。そうだね。あの、ちゃんと、比較対象がちゃんとしてないと検証にならないから。失敗するかもしれない。そうなんだよね。今回は、おしゃれなグラスに盛り付けます。これいいよね。船虫で使ったやつだね。これに入れて固める。はい。え、シロップの作り方。あー、杏仁豆腐ってシロップ入ってるわ。入ってるやつもあるね。水100に砂糖加えず、シロップいる？別になしでいこう。はい。なんかその方が高級っぽくない？あ、そうだね。なんか市販のさ、杏仁豆腐の作るやつってさ、うん、絶対牛乳なんだよね。豆腐って言ってんだから豆乳使えるよ。あー、正解は豆乳を使ってることもあるの？
いや、知らん。もしかしたら杏仁豆腐の豆腐は、うん、豆腐とはまた別の豆腐なのかもしれないね。豆腐みたいだからっていう。ああ、あり得る。ネーミングセンス？知らん。あ、ネット大丈夫なのこれ。もういけるか。大丈夫だろ。ちょっとずつのがいいのかな。その方がプロっぽい。ああ。やべえ、プロっぽくないわ。おお、めっちゃやばい。杏仁の香り負けてるわ。ちょっと失礼します。うわ。やばくない？やばいね。これが杏仁豆腐。ああ、やばい。負けてるわ。今んところ負けてる。オッケー。ここに牛乳を200。杏仁ってそもそも何なの？杏仁っていう植物がいるってこと？何なんだろうね。俺もよく分かってない。質問されたら何も答えられない。牛乳入れの混ぜ合わせる。まあいいでしょう。ちょっとさ、うん、味見していい？あ、どうぞ。いや、これ勝てるかもしれんぞ。ちょっと私も。あ、こんなもんか。うん。勝てる。あ、なんか、いけそうだな。いけそうだね。いけそうだね。フェモラータの量をバチバチにして。あの、めっちゃ濃度濃くしちゃえば、勝てるな。いけるな。うん。よし。おー、意外と、いい勝負になるかもしれない。うわ、これ、ちょっとむずいな。え？どうする？満杯にする？でもちょっと箸残す。箸残した方がなんか おしゃれじゃない？どう？あ、もうちょい。これぐらいがいいんじゃない？うん。何にするか。オッケー。え、これさ、何？ラップした方がいいの？ラップねえわ。諦めよう。はい、そのまま入れます。あ、冷蔵庫開けなきゃ。その右隅の、うん、あれずっといるよね。あー、これはもう腐ってますね。で、あの浅漬けもいるよね。あ、これはね、俺がね、2回引っ越す前からいるから。埋め込まれてるじゃん。5年ぐらい前。もうじゃあもうなんか友達みたいなもんだ、ね、あ、そうそうそう、なんか守り神みたいなもんで。で、こっからが本番ですよ。はい、失敗は許されない。で、しかもレシピがないのよ。こいつはさ、書いてくれてんのよ。そうだ、フェモラータには説明書がついてないから。やべー、うまくいかなかったらまた見え行かないと。それやばい。やばいよね。風邪ひきながら行ったの。一回洗い物だな。これさ、横着してさ、うん、杏仁豆腐の風味が残ったままの洗い物を使うとややこしいことになる。そうだ、あぶねー。いやー、俺ね、勝てると思うんだよね。なんならなんかそのテモラータってさ、うん、豆の風味もあるじゃん、うん、だからなんかより豆腐っぽい杏仁豆腐になる気がするんだよね。杏仁豆腐っていう概念を覆す可能性があるのか。こっちの方が豆腐だろうっていう。何でもありだな、そしたら。ちょっとまだ凍ってるかもしれないわ。こっちは究極の一杯を作れればいいからな。そうだね、うん、量とかじゃないから。そうそう、質ですから。基本使用量1袋 5g で 250ml のゼリー。250、あ、結構だね。おー、ほんとだ。これを100だけ入れるか。なるほどね。やっぱりかき混ぜる用と温める用で。そうそうそう。で、こっちに入れると。 OK。 沸騰させるとまたややこしくなる。分量変わるから。え、あと、こしたらさ、なんか変わりそうじゃない？うわぁ、ちょっと量減るな。あ、待って、しかも250に、この、こいつらの傘が増されるわ。もう、それはこしたらプラマイゼロになるんじゃないか。なるかな。まあ、やってみるか。いけ！いいんじゃないでしょうか。うわぁ、もったいない。ちょっとね、残ってんのかな。ね。はい。
ちょっと落とさないで。見た目がもうゲロじゃんこれ。どう？うん、でも、あ、まあ、杏仁豆腐と豆。おう。うん。うわ、硬っ。うん。え、これ、こして正解だった。正解だわ、マジで。なんか、マグロの筋食ってるみたい。ああ。ね。いや、噛み食ってるみたい。最悪。まあ、これで、ちょっと置いといて、はい、砂糖を入れよう。どんぐらいだろう。味見したらなくなるからね。感覚でやるしかねえよ。これ甘すぎ？いや、でもお菓子ってそんぐらい入ってるっしょ、砂糖。確かに。入れて、混ぜる。やばい、膜ができ始めてる。やばいやばい。まあ、この蒸発によってね、あのフェノラータの量と調節してるっていう感じですね。いや、もうすごい。計算し尽くされてますね。足りないわ。お互い噛んだな、今。それをぶち込む。いけ。これでも必要なもんが全部入ったってことですね。入った。あとは、もうちょい混ぜて、冷やす。はい。じゃあ、匂いかこう。お？どうすか？嗅いでみて。いや、杏仁豆腐ではあるんよ。杏仁豆腐ではあるんだけど、ま、豆がいるな。豆がいる。やっぱ外側が皮が杏仁豆腐で中身は豆なんじゃないか。うわ、だとしたら失敗だな。いや、分からんけど、なんかごまプリンと言われたらなんかっぽいよね。見えるわ。こんなもんか。いいですね。オッケー。じゃあ冷やします。冷やしましょう。気をつけて、俺。ちょっと笑わないで。やばい、揺れる揺れる。なんか仏壇みたいになってんな。なんか宗教、神棚。冷蔵庫開けたらそこには神棚があったね。待ち、3時間待ちます。やばい。おいしょ。おー、まあ、色は、こっちがフェモラータだろうなってのが分かる。分かるね。こっちでやります。このさ、まず失敗。うん。あ、こっちなんか美味しそうなさ、うん、こう揺れ具合というかさ、分かるこれ。あ、プルプルプルーンって、ね。そうそうそう。こっちは、グミとゼリーの中間みたいな。ゼラチンだもんな。ね。まあ、問題なのは味ですから、ね、そう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 、一番大事なのは味ですから。じゃあトッピングしておきますか。はい、そいで、これは多分2粒ずつがいい気がする。なんだっけ、クコの実だっけ。クコの実、杏仁豆腐によくなってるやつ。このせいの、どうこれ。いや、あ、あ、めっちゃおしゃれじゃん。おしゃれ。うん。あ、ぶっ刺す。おお。これだ。それだ。完成。正解。これだわ。これが正解だ。オッケー。あー、よし。穴まで出てるわ。ちょっと動いてみて。あ、食べようとしてみて。食べないで。完成しました。もう映えすぎててやばいわ。やばいね。あの虫からさ、もうこれを作る、生成できるって考えたらやばくない？想像がつかないね。いや怖い、もう自分の。まあ問題は味だよな。マジ気になるわ。うん、杏仁豆腐に慣れたのかっていうね。そうだね。食べてみますか。はい。いただきます。
ちょっとこれ先行ったらやばいから、あ、そうだね、これ避けて、行こう、行きますか、先どうぞ。ちょっと一緒に行こう、これは一緒に行こう。なんかキモいな死ぬまで一緒。じゃあまず、はい、杏仁豆腐だけを、はい、死ぬまで一緒だけそれ流せ。あ、豆腐っぽいわ、なんかプルプルしてますね。いただきます。杏仁豆腐だ。豆腐じゃん、めっちゃ杏仁豆腐だすげえ、すごい、うまっ。なんか豆消えたよね。消えた、うん、完全に杏仁豆腐だ。おいしい、めっちゃうまい、すごいな。すごいな、ポテンシャルやば。でも杏仁豆腐のもの買わなくていいわわざわざ取りに行く。三重の人はもうマジで杏仁豆腐取り放題、無料でできる牛乳だけ買えば。すげえ、すごいわ、感動したわ。すごいね、マジで杏仁豆腐。さあ、幼虫と一緒に食べたい。贅沢だな。どうしよう、クコの実、まずクコの実と言ってみようかな、はい、これってさ、なんか意味あんの？ただの飾りだろ。いただきます。いただきます。クコの実邪魔じゃね？邪魔硬え歯にくっつく、これ。ちょっとクコの実をどかしたい、口から。うわ、これまずっ。なんか唐辛子みたいな味する。いや、そんなことはない腐ってる。じゃあ幼虫といくか。いきましょう、もう贅沢ですね。絶対うまいと思うわ。いただきます。若干豆いる。幼虫がやっぱ豆な、皮が豆の味なんだよね。あ、逆か、うん、そういうことか。そうだね、なんか噛めば噛むほど出てくるよね、うん、それが皮だから。でも杏仁豆腐の風味もどっちかというと後味の方が強いから、なんか豆と杏仁豆腐戦うわ。確かにね、バッティングしてるわ。だから本体いない方がうまいかも、杏仁豆腐だけで。だからこれミキサーかけたの正解だね。だしこしたの多分マジで正解だった、うん、よかった。食感もで、まあ比較ですよ、はい、もう綺麗だもん、うざい、ムカつくわ、なんかこの綺麗な白してんな、腹立つな。うわ、これだわ、杏仁豆腐。いやだから、それ強いよ、ね、これですね、この。うわ、いやでも多分波打ってるわ。ゼラチンの量を減らせばいけたと思う。遊ばないですぐ遊ぶから。遊んでない。いただきます。うわ、強っでも確かに杏仁豆腐の、まあ、後味杏仁豆腐になってくるんだけど、うん、なんか最初バニラビーンズの香りがする気がするんだよね。入ってんのか、ちょっと見よう。香料って書いてあるな。香料に入ってんのかな。一応でも杏仁って書いてある。あ、入ってるね。で、杏仁と別に香料があるから、はい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 、絶対バニラ入ってると思うわ。対してこっち香料ないないですから。フェモラータだけだから。オーガニック杏仁豆腐、いや強いよね。強いね。どっちがうまい？正直に、うん、いや、クコの実マジ邪魔だな。これマジいらなくね。うん、なんで入れてんの？クコの実じゃなくてフェモラータ乗せた方がいいだろう。うん、確かに